村観光ツアーインスペイン第5弾カン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 。さあやってまいりましょうか。今回で5日目でございますね。ちょっと私ですね、喋りすぎたがゆえにちょっと腹痛によって倒れているということで、あれレオンとあなたって同一人物だったのということだったんですが、まあ別人物なんですけど一心同体ということですね。まあお気づきの通りですね、あのテンションでずっとベラベラ喋り続けておりますんで、私もですね、喉のコンディションを整えるのが非常に大変、かつですね、喉のコンディションをいくら整えたところですね、全くもって回復しないということでね、ちょっと恐ろしい事態になっておりますんで、なんかわしゃわしゃやってますが、はい、ということで今回ですね、皆さんにも前回ねお伝えをした通りなんでございますが、はい、くるっと回ってふいっとかっこよさを見せつけたところで、一体何がしたいかというとですね、はい、今回のねツアーをね快く引き受けてくださった、はい、村長さんのね家をねご紹介したいというふうに思います。ということで、そこに進む道のりでですね、いろいろと大変な目に遭うんですけれども、そこはね気にせず進んでいきたいなというふうに思います。はい、いろいろとアイテムがあるんですけれども、ここの道進む際にですね、やっぱりですね、村長というのはですね、この村で一番偉いという方でございますから、私がねですね、いくらの立場は違えどですね、いくら立場は違ってですね、村のね、言うことを、しきちゃりを聞かなくてもいいという立場だったとしても、やっぱりここに行く道なりということはですね、非常に、シビアなものになっていますんで、皆様で足元に、ね、もし行かれる際、ご注意しながら進んでいただけたらというふうに思います。はい。ここを樽ポン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 蹴っていくと。で、ここの裏にですね、宝物がしっかりと眠っていますので、そこの取り忘れをご注意してくださいというところでございますね。はい。で、これがですね、例の、有名なですね、はい、なんとかの木でございます。この木、何の木、気になる木。ハワイに行ってみたいんだ。2回行ったけどね。はい。じゃあ、ぐるっと進んでいきましょう。で、こちらですね、進んでいく中でも、やっぱりアイテムね、非常に、いろいろなところに落ちておりますんで、そこの拾い忘れがないように、拾い忘れがないようにご注意くださいと。で、ちなみにですね、こうやって V を押すとですね、今のところも拾い忘れのアイテムはないんですけども、例えば、敵を倒しましたとか、キャストさんを倒しましたとか、タオルを壊してアイテムが出てきましたとかですね、それから普通に置かれているアイテムとか等々に関しては、この地図を見ればですね、一発でどこに落ちてるかということが分かるような仕様になってますんで、そこら辺はですね、お忘れなきようご注意くださいというところでございます。で、こちらを進んでいくとですね、特に上の方にも何かあるというわけではありませんので、この進んでいきましょう。で、道中ですね、ビトルス・メンデスさんとですね、ちょっと守り神みたいなね、ジェイソンさん、ツアート2っていうのがいらっしゃるんで、はい。そこら辺とね、出会う際にはですね、ちゃんと敬意を表してですね、1発、2発、3発、4発とぶち込んでいくということが、大事になってきますので、そこら辺を忘れなきようお願いいたします。で、こちらのですね、お肉に関しては、毎日ですね、ビトルス・メンデスさんの、皆さんもご存知のように、通り身長がですね、2メートル以上ありますんで、その方がね、食べるというのは、やっぱりね、お肉をね、1日8キロ食べるということでございますんで、これがですね、3日分の食料ですね、24キロ分の食料ということで、これを3日で平らげるというですね、非常にね、もう底深い胃袋をしてらっしゃいますんで、そこをね、お忘れなきよう、毎日毎日、ですので、行かれる際にはですね、多分、箱詰めのお肉なんかっていうのは、持っていかれると非常に喜ばれるんではないかなっていうところでございますね。はい。で、この先にですね、ダダ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 ですね、ジェイソンパート2さんがいらっしゃいますんで、まだ切られるまでですね、こちらからご挨拶ということでね、ありがとうございますということでやっておきましょう。で、もう一つですね、面白い方法があってですね、こちらをデーンってやっていくと、彼から自らですね、はい、パレードだーってやられるということでございますんで、はい。あれ？どうやらちょっと睡眠薬が効きすぎたようで、先にお休みになられちゃいましたね。はい。で、ちなみにですね、後ろでですね、後ろからですね、このように、おじさんとおばさんがね、夫婦二人でね、突撃いてね、神道夫妻がやってきますんで、彼らにですね、ちゃんとね、チップだよって言ってね、デールを渡してあげてください。ほい、ほい。はい、OK ですね。で、ここの上の方にですね、確か、あれ？俺拾ったっけな？拾いましたかね？私拾いましたかね。はい、大丈夫ですね。で、ここはなんかよくわからないんですよね。ちょっと、おそらく、山頂の村を訪れた人たちが、ちょっと、わしのベッドで寝てくれるのは勘弁だから、こちらで寝てくれよって言ってね。で、ここで寝た人たちがですね、この末路でございますね。石の上に縛り付けられて3年というところでございます。はい。石の上でも3年寝たらこうなっちゃうよっていうことでございますね。はい。で、この中に入っていくと、なんだ、これは、奴らは人形を打ち壊せってことで、人形はもうすでにぶちのめし終わっておりますんで、はい。で、ここに関しては、ここに人形をぶちのめした後、で、一体何の人形があったのかということに関しては、秘密でございますというところです。で、結構ね、ここら辺ですね、先にね、宝があったバーンってやっちゃうとね、うじ虫だらけに、なっちゃいますんで、移動付けになっちゃいますんで、ちゃんと締めてからパーンってやると、はい、綺麗な真珠のペンダントが手に入るということ。ただこれ気をつけてくださいね。5000という、ね、非常に安い額です。なぜかというと、イミテーションだからというところだったんですね。はい。で、上をね、ご覧いただくとですね、もののけ姫、タララ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 ラがありますんで、そこら辺も、見どころでございますと。はい。で、これですね、グリーンハーブに侵されたですね、木がいろいろと生成されておりますんで、はい、ここら辺もなんかいろいろと見どころがありますと。で、やはりですね、実は神父も兼ねており
りますんで、牧師さんか、牧師さんも兼ねておりますんで、ここら辺のね、あのいろいろとこう、あの教祖様の教えを守っているというところは抜かりなく合意されているところでございます。次はさ、うわ、痛い。こういうですね、あのいろいろとですね、あのやっぱりね、あの村長さん実は人見知りが激しいというところなので、私もですね、心を開いていただくので19年かかりましたから、はい、じゃあということで早速入っていきましょうと思ったけど、鍵がかかっていたので違うところから入りましょう。はい、あの正面から入ってくることはね、やはりね、あの村長自身しかあの鍵を持っていないという事実がございますので、私もですね、実はあの鍵を持っておりませんので、あの村長さんいくらあのね、あの仲がいいと言ってもね、鍵を勝手に持たれてね、勝手にカチャ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 開けられては困るというところがございますので、私ですね、実はあの村長の弱点をあの存じ上げておりますので、そこの弱点の中にですね入っていくというふうに思います。はい、もうこうやってね、村長さんね、あの非常に人見知りが激しいんでね、うん、本当にもういろんなところにありとあらゆるところで、あのカッチャンカッチャンやってますからね、そこら辺ご注意しないと本当にやばいことになりますからね。ここですね、あの村長ね、巻き割りとかね、あのここにね、いろいろとね、アイテム等々が落ちておりますが、はい、そこら辺も拾っていくことによって、まあ、あの村長はね、あの1日8キロのね、はい、でこれがね、実はね、ヒントになってるんですよ。これ何のヒントかっていうとね、あのこの後にですね、ダイバーなんですけど、あのサスラーというですね、あのこの村以上にですね、あのこの村の村長さん以上にですね、あのお偉い方がいらっしゃるんですが、その方がですね、あの足わしこんな感じなんだよって言ってね、いうのをこの木で表現しているというところでですね、まあそこら辺の木をちゃんと植えているというところも、やはりあの村長さんですね、あのその敬っているというところでね、あの村長さんのあのまあまあ経験じゃない、あの経験な信者具合が見取れるということですね。ということで、私にあの喋りすぎてお腹が痛いということだったので、早速ですね、あのちょっとこちらでトイレを済まして、おっと潜入者がいた、失礼しました、お邪魔しました、あーごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、まだできてなかったですね、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、あー、そんな怒らないでよー。はい、ということで、はい、ブッシャーと出しておいてください。怒られちゃいましたね。そりゃそうですね。トイレしてるところにね、あれやってる、ね。ところが彼、ズボン履いてたんですよ。ズボン履いてるんだったら、さっさと出ればいいのにってところだったんですけど、そんな彼はですね、そんなこと言うんだったら、もう。はい。ということで、ちょっと、あの、早速ですが、私、トイレをしたいと思います。はい、皆さんにもお見せできませんよ。この鍋は何に使うんだろうな、ね、トイレットペーパーもね、ちょっとね、使いすぎちゃいましたね。で、ボットンなんでね、匂いが、わーっと、お見せできないものを今見せちゃいましたね。皆さん気にしちゃダメですよ。今のは見なかったことにしておいた方がいいかと思われます。はい。ということで、村長の部屋にやってまいりました。で、村長さんね、ここにね、ちょっと宝石隠してるんですよね。で、これ、あの、入ってきた人たちにですね、あの皆さんお土産として渡しているものになりますので、あの皆さん気にせずにあのパコッと取っていっていただけたらというふうに思います。はい。で、村長にですね、あの似つかわしくないあの服のサイズのものがいっぱいあると思うんですけど、これね、あの実は彼にね、昔実は孫がいたんですよ。まあちょっとあの残念ながら今はね、あのもうおらこんな村嫌だーつってね、あの飛びあの出てってしまったところがあるんでね、はい。あのまあ、ただそのね、やっぱりね、村長はね、孫が可愛かったというその名残がございますんで、そのね、あの名残とともに今のあの服を残しているというところでございます。はい。で、これがイベリコ豚でですね、まあ、イベリコ豚を、まあ、あのオリーブオイルで炒めてですね、あのニンニクと一緒に炒めてですね、でパスタと絡めて食べるっていうのが、まあ、結構美味しかったりするんでございます。はい。今このニンニク、こっちのニンニクに関してはですね、こちらのトウモロコシと一緒にですね、あのパエリアを作っているということでございます。はい。で、こちらに進んでいくとですね、まあ、これがあの村長の、コートでございます。まあ、村長ですね、あの、今ちょっとあの、まあ、入浴中ということでございますんで、まあ、この家にどこにお風呂があるんだろうというところでございますが、はい、入浴をしに行っておりますんで、コートと帽子は脱いでいるというところでございます。はい。で、小さな鍵を拾っておきましょう。これは後で使いどころがありますんで、皆さんと共に一緒に使っていきましょうというところでございます。はい。で、こちらのですね、あの、ここはあの、バイオ村、インルーマニアからですね、あの、パクってきたものでございます。で、これ、こちらですね、昔あの、かつて、あの、デルラゴですね、デルラゴじゃない、あの、ラゴがあったところがあると思うんですが、皆さんそこでですね、あの、ヨットがあったと。ところが最近はですね、ちょっと誰も手入れすることがなかった流木が流れているので、ヨットでやるとね、そこにぶつかってバーンって危ないかな、ということで、残念ながらですね、皆さんヨットでね、あの、うかうかするっていうことは、まあ、なくなってしまったっていうことですね。はい。で、実はですね、これ、あの、結構ね、あの、お皿が趣味でして、お皿を趣味でやってるんですけど、まあ、最近あの、いかんせん、あの、村長さん忙しすぎて、自分で手入れすることができなくてね、お手伝いさんもね、ちょっとこの村嫌だなってね、あの皆さん出てっちゃったんで、結構ホコリかぶってるんでね、皆さんこのまま使うとね、ホコリごと一緒にご飯を食べることになるので、まずはしっかりと洗ってから使ってくださいということになりますので、ご注意ください。はい。で、こちらのですね、写真をね、いろいろと見てるんですけど、古い写真なんですけど、まあ、白黒ということでですね、これ、まあ、2004年なんですけれども、2004年以前ですね、まあ、だからまあさらにあの白黒の写真の時代だったっていう頃にやってるんですけど、まあ、左下のね、あの
ペンがあるんですけど、これもね、あの万年筆を使ってですね、まあいろいろことで、ね、どんなことあった、あんなことあったっていうのを左上に切り書き連ねていくと、まあ、だから写真でですね、あの過去を解雇しながらでね、皆さんじゃないの、村長がね、あのいろいろとこうチェックしているというところでございます。はい。で、ここにね、いろんな写真があるんですけど、これ一枚一枚紹介するしようと思ってもですね、私もね、あのどんな写真だったのかっていうのを一個一個覚えてないですよね。で、これがですね、あの村長がですね、あのよくあの出入りをしている鉄工所でございますんで、あのここでですね、あの村長にあのこちらに関してはあの案内をしていただけたらなというふうに思いますんで、そこはお楽しみくださいというふうに思っております。で、こちら開けようと思うと開けれるんですよね。通貨お金が入っているというところでございます。はい。で、こちらは、電話ですね。で、この電話を出るとですね、あ、イーさん、私、隠し事があったのって言ってね、とある、あの、美女からの電話が待ち受けているということでございます。はい。で、ただいまの時刻ですね、よくわからない時間ですね、11時50分くらいでございますかね。はい。もうまもなくお昼の12時を迎えるというところでございますんで、アレオンさんも早く行かないと、あの、お昼ご飯食べ損ねちゃいますよ、というところでございます。はい。で、こちらがですね、あの、例のラム酒でございますね。あの、チーズ、あの、ヤギのチーズを入れてたのと同じものなんですけど、ここのね、あの、村長さんね、ラム酒が非常に好きでね、おら、世界一の海賊になるだーって言ってね、あの、海賊王になるって言っちゃうとね、あの、とある、あの、ワンピースとね、被っちゃうことになりますんで、それは注意しなきゃいけないというところですね。はい。で、あの、ここら辺に落ちているお金はですね、あの、もう村長がね、あの、観光するにもお金がいるだろうって、月に使っていいよということで、常に置いてってくれてるんで、まあ、それはチップとして受け取っていくようにしましょうと。で、これさっきのあれですね、あの、ヨットのやつですね、はい、別の角度から撮ってみましたって、なんか同じような写真に見せるんです。そんなことは気にそうです。あの気にしちゃ負けでございます。はい。で、村長お気に入りの、ね、あの馬ですね。あの村中央の時にですね、あのこちらですね。はい。村中央が、はい。ないね。村中央。あ、そうか。村中央この辺で、あった。中央広場ですね。のこの辺ですね。この辺で、あの写真撮った一枚パシャッ。写真でございます。はい。では早速ですね。早速というかまあ長くなりましたが、村のですね。村長さんのお家に入りたいというふうに思いますんで、村長さんが隠している測量をこうやってポンと取りましょう。ところがですね、あの、これを取ると毎回ですね、ちょっとね、そんなことをしちゃダメでしょうって言ってね、あの、お怒りのね、方がね、入ってこられるんでね、ちょっとこの方また、シフト守ってないと不届き者になりますんで、しっかりと眠っていっていただきましょう。はい、毎回この、給料泥棒しやがって、仕事がない時までこの家に入ってくるんですよね。それ良くないですよ、ほんと。うん。で、これを見るとですね、はい、皆さん覚えてますかね、ちょっと名前がえぐられているんですが、はい、村一家の写真ということでね、今や彼らは我らの血肉、我が主に感謝をということで、ね、主っていうのはサドラーさんということなんですけど、サドラーさんもね、いずれお会いすることがありますんでね、はい、まあ、あの皆さんお会いする日があるということを、まあ、お待ちいただけたらなというふうに思います。はい。でですね、何が言いたいかというと、あの、皆さん先ほどこちらのね、あの村に行くことによって、あ、村じゃないや、皆様、あの、先ほどですね、あの、こちらの、あの、村長の家に来る際に、あの、二人の夫婦がいたのを覚えてます？振動一家。これが振動一家さんのですね、あの写真でございますね。はい。で、右がですね、悦子さんで、左がね、あの、僕太郎さんってですね、はい。牧師の僕にね、あの、普通の太郎ということで、僕太郎さんでございますね。はい。ちなみに、この方はですね、トイレをしたい万太郎さんでございます。はい。じゃあ、早速ですね、村長の部屋に入っていこうというふうに思いますんで、ところから、まあ、村長さんがね、まあ、ちょっと部屋に入る最後くらいゆっくりしてってよ、ゆっくりというか、慎重にしてってよってことだったんで、まあ、ゆっくり入っていきましょう。本当にこの村長の写真好きですね。はい。この写真なんかもう三つ目、A なのかな？三つ目ありますが、まあ、そこは気にしないということでございます。ちなみにですね、もしですね、あれ？どうやって村長の部屋に入るんだったっけっていうのを忘れた方に関しては、イルミナドス経典をね、見ていただくとね、もみもみ、こぶたちゃんのおっぱいを、我が子に捧げましょうという、こういう文章がありますので、そちらを見ていただいたらわかるというものになっております。はい。で、こちらに4枚目のね、同じ絵があるということでございますんで、本当に絵が好きだなということでございます。はい。で、これはですね、かつては、きっと美人だったという女性でございます。はい。では、こちらに入っていきましょう。で、これを使ってね、くるくるって回すと、一体何が起きるかというと、私これ非常に苦手なんでございますね。はい。これが微妙に微調整が大変なんですが、これ反対向きでございますね。はい。で、くるっと回って、これをか、向きを揃えていくと、あれ？揃えて、あ、ちょっとくるっと回さないといけないですね。違うな。こうですね。はい。あれ？合ってない。あ、逆。真逆でしたかね。やっぱり真逆でしたかね。あれ？違うな。お？で、合ってましたね。こちらですね。ぐるっと回して。で、合ってるはずなんだ。ああ、合いましたね。はい。ここら辺のね、村長、ちょっとお茶目なんですよね。自分の部屋に入るときもね、ちょっと、ブルーホース来てくれんかということで呼ばれることがあって、どうしたんですか、村長。いや、自分の部屋に入れなくなってさーっていうこと言われて、さっきの、鍵をね、くちゃくちゃカチャカチャ回すっていうことを、ま、ちょっとさせてもらっているというところでございますね。はい。で、こちらがですね、かの有名なサドラー様でございますが、はい。これ、彼がね、ちょっとね、まあ、ちょっと、人見知りが激しいというところもあってですね、普段ね、
あともう一つとある理由があってですね、はい、とある理由がちょっと頭の方にあってですね、まあ、あの普段目も見せないようなこういうあの写真と絵をね飾ってあるというところでございます。はい、でこちらをねチェックしていただくとですね、またねあのいろんな写真があるんですけれども、まあ、あのまたあのここ後ろにある方にあるね牛をご覧いただくと、まあ、先ほどあの村中央広場でこれ撮りましたよという写真があったりとかね、あのそれからあの新藤悦子さんのねあの後ろ姿が撮られてる写真なんかもあったりとかします。でこれはですね、あの徹底マウスで遊んだ時のですね、あのお菓子の詰め合わせなんですけれども、まあこれ賞味期限が、ね、4年前に切れているところなんで、皆さん食べる時にあの、お腹を下す過去で、お試しくださいということでございます。で村長さんですね、あのいろんな骨のコレクターでございましてね、あのこれに関してあの徳郎さんですね、あの行田徳郎さんっていう方がですね、あのチリの南米のチリの方でね、今の発掘作業をしていらっしゃるかと思うんですけれども、その方とね趣味が合うということでね、まああのその方があのチリから持って帰ってきた骨っていうのをあのベトレス・メンデスさん村長さんもねあの手に入れているというところでございますね。はい、行田徳郎が一体何っていうのがねわからない方に関してはクレヨンしんちゃんでぜひ調べてみてください。で彼がですね、やっぱりね、あのちょっと体がでかすぎるっていうことでね、あのキングサイズのベッドをやってるんですけども、いかんせんね縦が足りねえよっていうことだったんで、横幅をとにかくねあの広いねベッドをね私の方であの進呈させていただきました。そのおかげであの村長さんですね、あの縦に寝るということで、あの縦というよりはね、あの足をピーって伸ばすことができなくて、あの大の字で寝るということなんですけれども、まああの五山の送り火のような格好で毎日寝ていただいているということで、まあところがあのここのねクッション性がねまあ最高ということだったので、ね、そこら辺に満足していただけているという状況だったので、まあプレゼントしてよかったかなというふうに思っております。はい、であの意外とね村長ね実はあのコンパクトに生きることができる人なんですね。だからこちらのボストンバッグの中に旅行の中に出かける際なんかはコートはちゃんと着ていくんですけれども、その他の服装に関しては全部この中に詰めて、いけるということでね、いかに細あの薄い服をねあの中に入れているかというところなんですね。はい、でこちらハンドガン取って、こちらにもまたマリア様がいらっしゃいますね。で村長さんですね、実はねちょっと裏でね、あのどうやってお前そこに入るのっていうくらいね、あの狭いですね屋根裏部屋があるんですけれども、私ちょっとここに入ってね皆さんにね、あの屋根裏部屋で一体何が起こってるのかっていうのを紹介したいと思うんですけど、あれあどうやらですね、ちょっと今入ることがちょっと難しそうな状況でございますんで、ちょっとここはですね、あの、後半の方で、あの、別のガイドさんを連れてくる予定になっておりますんで、その方を連れてですね、ここ上ちょっと登ってみたいかなというふうに思います。ちょっと引っかかっちゃって今日は調子が悪いみたいですね。はい。でですね、ちょっと早速ですが、村長さんに呼んでね、あの、インタビューをしてみたいと思います。村長さん、村長さん、呼んだかね。あーちょっとごめんなさい、チップ払い忘れてた。うえー今日はちょっと面白いところが、風呂にゆっくり入っていると言っただろう、湯冷めしてしまったではないか。どうするんだ、慌ててきたものの体の芯までぬくもってないわ。血が混じってきたようだな。ね、サングラスをかけているのに血が混じったという様子をね見ることができるというね、なんとも素晴らしいあのがあの観察力というか、ガンマガンをしているかということですね。はい、で今あの打った方はですね、ちょっとね私でもね把握してないんですよね。確かあのかつてツアーガイドをやられてた方だったと思うんですよね。うん、元あの私の会社で働いてツアーガイドさんだと思うんですけれども、まあ今ちょっとフリーでねあの働いてらっしゃるというところがありますんで、まあ、また彼女もねあの予定が合えばですね、あのぜひねちょっとうちの仕事であの受け負ってみないかということでね、あのやって読んでみたいかなというふうに思います。はい、ということで、皆さん本当に、今回もですね、あのバイオハザード第5弾ということでですね、あのバイオ村の観光ツアーをお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。はい、今回はですね村長の村をねご紹介させていただきまして、あの振動一家なんかっていうのもご紹介できて本当に心よく思っております。これが心よく幸いでございますということでですね、今回のパートは以上とさせていただきたいと思いますので、次回のね、また村観光ツアーかをお届けできたらなというふうに思います。前回あれでねチャプターリスト見てなかったですね。今回35分というね非常に短い時間でしたね。はい、トータルでですね、はい、まあ一人でなベラ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 喋りすぎたというところはあるんですけれども、まあそんなことをお気になさらず、質に進んでいきたいというふうに思います。ちなみに、ね、前回ね、はい、あの原作じゃないや、あの実際に1周目プレイした時よりも長い時間喋り倒していたということでございますんで、まあ、そこら辺のバランス調整でなんかのも考えながらですね、あのこんな風な観光ツアーぜひやってほしいということで、あのご要望があれば、皆さんと共に進めてまいりたいというふうに思いますんで、ぜひね、コメント欄の方にご要望をお書きください。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。ではまた、グッバイ。